アダムスファミリー。アメリカで人気のあった、同名ホラーコメディ映画を題材にした、アクションゲーム。マンションに閉じ込められた、家族を救い出そうとする、父親が主人公。舞台はマンションですが、ステージは様々に分かれています。いわゆるマリオのようなアクションで、踏みつけることで敵を倒せます。途中から武器も増えますよ。ですが難易度はかなり高いです。ライフが少なかったり、いやらしいところに敵が配置されていたり、敵が多かったり、ステージが分岐もあって長かったり、普通の道でもなぜか、足元が滑ったりするので、操作性悪く、爽快感もあまりないんですよね。せっかくボスを倒すと、家族が救えるなら、その家族を使えるように、していけばよかったのに、キャラゲーの割にやたらと難易度が高く、裏切られた人も多いんじゃないでしょうか。個人的にはあまりおすすめできません。スーパーキックオフ。ゲームボーイで発売された、プロサッカーの続編で、トップビュー型のサッカーゲームです。ゲーム開始した瞬間から、あ、これはまずいぞという印象を与えます。メニュー画面がすべて、アイコンで表示されていて、非常に見にくいのです。J リーグと欧州クラブと各国代表による、トーナメント戦とリーグ戦が、用意されているのですが、プレイしてみると、キャラの動きもボールの動きも早すぎて、まともに操作するのも大変です。ドリブルの挙動や、ボールを持っていない時の、挙動すら何かおかしく、パスを出すにも出したい相手に、パスが出せません。なのに敵はゴール前に、綺麗なパスを出してくるので、かなりフラストレーションが溜まります。まだまだ書き足りないのですが、それくらいのレベルでプレイしにくいのです。やっぱりトップビュー型の、サッカーゲームは厳しいですね。残念ながらプレイする価値はない。クソゲーです。ワールド、クラス、ラグビー。世界16カ国の中から1チームを選択して、ワールドカップの優勝を目指すラグビーゲーム。他にもリーグ戦やエキシビジョン戦などが用意されています。プレイ画面は斜め上から見た 3D 画面となっていますが、キャラクターはしっかり15人揃っており、フィールドも広いので臨場感があります。またタックルやペナルティキック、スクラムなどはもちろん、プレイが止まると攻撃時にも守備時にも、細かな作戦指示が出せる本格派です。ただこの作戦指示が、矢印と点だけで表されているので、非常に見にくくわかりにくいんですよね。ラグビー経験者には、あれでもわかるんでしょうか。またリプレイ機能がついているので、かっこいいプレイをじっくり楽しんだり、研究することもできます。ラグビーゲーム自体が珍しいので、興味がある方は、手に取ってみてはいかがでしょうか。ジミー・イコナーズのプロテニスツアー、三沢のスポーツゲームが、サッカー、ラグビーと続いて、今度はテニスゲームです。タイトルの通り、ジミー、コナーズが監修しています。ツアーモードではプレイヤー自身が、ジミー、コナーズとなりプレイできます。オーソドックスな、トップビューのゲーム画面ですが、特徴的なのは、ため打ちというシステムを、採用していること、ため時間が長いほど、強力なショットを打つことができます。またボタンによって、ロブショットやスライス、
トップスピンなどを打ち分けることができる上に、LR ボタンにまでタッチングショットが割り当てられています。操作も細かいですし、きちんと戦略を考えて、プレイしないと得点できない、バランスになっています。ショットを打ち分けつつコースを変え、返球先を予測し、力を貯めておいて、強力な球を打ち込む、みたいな形です。試合中にはほぼ BGM もなく地味なのですが、しっかりと作り込まれているテニスゲームです。競馬8スペシャル、マル秘馬券購入術。競馬新聞の、競馬8の全面協力による、競馬予想ゲームです。実際の競馬を予想する予想モードの他に、複数人数で競馬ゲームをして、資金を増やしていきながら、その金額を競い合うターティモードの、2つのモードが用意されています。ちなみに実際の競馬を、モチーフに使っていますが、本番で当たるかどうかはわからないので、当社は一切責任は負いません。との注意書きがあります。ターティモードをプレイしてみましたが、いまいちどのように予想していいのかわかりません。馬に対するコメントも短いですし、馬を見て予想するというよりは、オッズを見てお金をかけていくような形になりがちです。レースのグラフィック自体は綺麗なのですが、なんかおもちゃっぽい感じがします。全レースを終えても、特に何かあるわけではなく、タイトル画面に戻ってしまいます。これなら実際に競馬を見た方が、全然楽しめると思いますが、どうでしょうか。ワールドクラスラグビーに、まさかのワールドクラスラグビーの続編、それなりにファンがいたんでしょうか。国別の代表チームで競っていた前作と違い、今作は国内の有力社会人チームと、学生チームが各8チームずつ、実名で登場します。副題に国内激闘編とあるものの、それはもはやワールドクラスラグビーとは、言わないのではないでしょうか。ですがチームジャージも実際に使用しているものになっており、ファンには嬉しい演出です。新日本選手権、リーグ戦、有効戦の3つのモードが用意されていますが、国際戦は完全にオミット。基本的なゲームシステムは前作と同様です。斜め上から見た 3D 画面上で、選手たちに細かな作戦指示を、出しながらプレイしていきます。実戦に近いことを売りにしていますので、かなり本格派なラグビーゲームです。自分で好きな選手を選んで、エリートチームも作れるので、国内ラグビーファンの方は、プレイしてみてはいかがでしょうか。全ての夢を叶え